せえ。電車かな。時々聞き違えるんですよ、水の音。すーっと静かに水が溢れること聞いたことあります？あの音がしたら一気に来るんです。あっという間、太ももから腰から胸の下あたりまで水が来て、ここら辺の古い建物よく見てください。今でもね、あるんですよ、本田川の水が溢れた時の跡が線みたいに残ってる。僕たち地球の言葉で言うと火星人なんです。体がなくて心だけで生きるでね、60年前かな、この町に来たんです。最初にこの場所に住み着いたのがそこのローズさん。次の年にローズさんに呼ばれて5人が移住しました。この場所に町を作りたい、ローズさんに行って手伝いに来たんですね、僕ら5人。それがいつの間にか60年もここにいちゃった。何が大変だったかって、水ですよ、水。オンダ川の氾濫、もうね、僕なんか何度も溺れちゃって、ここ、この辺りまで一気に水が来るんです。息が苦しいって、溺れるって。それが今じゃもう水は来ません。よくあるでしょ、なんとか大陸では昔宇宙人が人類に文明を授けたって話。あれと同じ、僕たち火星人がこの町の人たちにある知恵を授けたんです。商店街を作りなさい、商店街を結成しなさい、商店街を結成しなさい。周りの町に人が集まり始めて、飲み屋ができたんです。で、親睦会が作られたんですね。その頃、川の水が問題になってて、マスターやママ大弱いですよ。それでね、火星人仲間の誰だったかな、調べてきて商店街を結成しようって提案したんです。商店街を結成すると補助金が出たり水害対策の申請が通りやすくなる。それでね、緑親衛会を発足させたんです。1974年、もう40年。40年っていうと結構な時間ですよね。僕らにとっても時から景色は変わり、子供たちも大人になって、今じゃこの町でママをやってたりします。火星人仲間のめぐみちゃんとか子供好きだから、
と覚えてるんじゃないかな。センター中山飯店と玉カフェのアイランチ行ったところにいるんですけどね。よかったら寄ってみてください。それじゃあ僕はこの辺で、じゃあ